ジョシュ・テイラーは、スコットランドのプロボクサー、エディンバラ出身。現、WBA スーパー WBCIBFWBO 世界スーパーライト級王者。史上6人目の c o 4団体統一王者。もともとは、テコンドージュニア世界王者であり、15歳の時にボクシングへ転校。2010年、コモンウェルスゲームズにライト級で出場し、銀メダルを獲得。 2012年、ロンドンオリンピックにライト級で出場。2回戦で敗退したが、1回戦では後に、リオオリンピック金メダリストとなるロブソン・コンセイソンに、勝利を収めた。2014年、コモンウェルス・ゲームズにライトウェルター級で出場し、金メダルを獲得。2015年7月18日、アメリカエルパソのドン・ハスキンスセンターで、アーチウェイアとデビュー戦を行い、 二回 TKO 勝ちを収めデビュー戦を勝利で飾った。2016年10月21日、デイブライアント、コモンウェルスイギリス連邦スーパーライト級王座、決定戦を行い、五回 TKO 勝ちを収め王座の獲得に成功した。2017年3月24日、ウォーレンジュベールと対戦し、六回 TKO 勝ちで王座の初防衛に成功した。 2017年7月8日、WBC 世界スーパーライト級、シルバー王者のオハラ・デイビスと対戦し、7回 TKO 勝ちを収め、コモンウェルス・イギリス連邦王座の2度目の防衛に成功し、WBC シルバー王座を獲得した。その後コモンウェルス・イギリス連邦王座を返上した。2017年11月11日、エディンバラのロイヤルハイランドセンターで、 元 IBF 世界ライト級王者で WBC 世界スーパーライト級十三位のミゲルバスケスと対戦し九回 TKO 勝ちを収め WBC シルバー王座の初防衛に成功した二千十八年二月二十四日一週間後の三月三日に対戦する予定であった元世界三階級制覇王者のウンベルトソトがスパーリング中の怪我により試合が行えなくなったため対戦相手が ウィンストン・カンポスへと急遽変更になった。2018年3月3日、グラスゴーのザ・ SSE ハイドロで、ウィンストン・カンポスと対戦し、3回 TKO 勝ちを、収め WBC シルバー王座の2度目の防衛に、成功した。テイラーは、無敗の3階級制覇王者であり、同年3月10日に、IBF 世界スーパーライト級王者の、セルゲイ・リピネッツへの挑戦が決まっていた。 WBC 世界ライト級王者、ミゲル・アンヘル・ガルシアの勝者との対戦を希望し、一方、マクギガンは、同年3月17日に行われる、ホセカルロス・ラミレスとアミール・イマムによる、WBC 世界スーパーライト級王座決定戦の、勝者との対戦を希望した。2018年4月26日、元 WBC 世界、スーパーライト級王者で、 WBC 世界スーパーライト級1位のビクトルポストルと WBC 世界スーパーライト級2位で WBC 世界スーパーライト級シルバー王者のジョシュ・テイラーとの間で WBC 世界スーパーライト級挑戦者決定戦が行われることが発表された2018年6月23日ザ・ SSE ハイドロでビクトルポストルと対戦し12回3から0の 判定勝ちを収め、WBC シルバー王座の三度目の防衛に成功した。二千十八年六月三十日、ワールドボクシングスーパーシリーズシーズン2のスーパーライト級トーナメントに第二シードでの出場が発表された。二千十八年十一月三日、ザ・ SSE ハイドロで行われた WBSS 準々決勝で、WBC スーパーライト級6位のライアン・マーティンと、 対戦し、7回2分21秒 TKO 勝ちを収め、WBC シルバー王座の4度目の防衛に成功し、WBSS 準決勝進出を決めた。2019年5月18日、ザ・ SSE ハイドロで行われた、WBSS 準決勝で、IBF 世界スーパーライト級王者イワンバランチェックと、WBC シルバー王座もかけた試合を行う。 予定であったが、WBC が承認せず、IBF 王座王座のみかけて通常通りに行われ、12回3から0の判定勝ちを収め、王座を獲得するとともに決勝に進出した。2019年10月26日、ロンドンのオーニーアリーナで行われた、WBSS 決勝で、WBA 世界スーパーライト級、スーパーで、WBC 世界スーパーライト級、 ダイヤモンド王者のレジスプログレースと対戦し、12回2から0の判定勝ちを収め WBA スーパー王座と WBC ダイヤモンド王座を獲得、IBF 王座は初防衛に成功し、リングマガジン認定王座の獲得にも成功すると、共に WBSS トーナメントを優勝した。2019年12月18日、エディンバのラのナイトクラブで酒に酔って暴れ、テイラーを ナイトクラブから追い出したアジア人用人棒に向かって、ゲー、ビッグオレンジ野郎と人種差別発言でののしったとして、逮捕され350ポンドの罰金を科せられた。誤解所持でも告発されるが無罪となっている。2020年1月10日、プロデビューから所属していたバリー・マクニンガンのサイクロン、プロモーションズを離れ、オブ・アラムのトップランク社と契約したことを発表した。これに伴い、 トレーナーもバリー・マクギン・アンの息子のシェーン・マクギン・アンから新トレーナーのベンデー・ビソンに変更した。2020年5月2日、ドーヌはサックリンと防衛戦を行うことが決まっていたが、新型コロナウイルスの影響で試合延期になった。2020年9月26日、ロンドンのヨークホールで IBF 世界スーパーライト級1位の指名挑戦者、ドーヌはサックリンと対戦し、 初回2分に41秒小勝ちを収め、IBF 王座は2度目、WBA スーパー王座は、初防衛に成功した。試合後、次戦は、WBCWBO 世界、スーパーライト級統一王者のホセカルラス・ラミレスと4、団体統一戦を行うつもりであることを明言した。2021年4月19日、5月22日に、 ラスベガスのバージンシアターで WBCWBO 世界スーパーライト級統一王者ホセカルロスラミレスと4団体王座統一戦を行うことが発表された2021年5月22日ラスベガスのバージンシアターで WBCWBO 世界スーパーライト級統一王者のホセカルロスラミレスと4団体統一戦を行い6回と7回に一度ずつ 計2度のダウンを奪って12回3から0の判定勝ちを収め、WBC、WBO 王座の獲得と WBA 王座は2度目、IBF 王座は3度目の防衛に成功した。テーラーはボクシング男子史上6人目の主要4団体、統一王者となった。2021年12月18日、ザ・ SSE ハイドロで、WBO 世界スーパーライト級1位の指名挑戦者、 ジャック・カテラルと対戦する予定。ありがとうございます。